はい、どうも皆さん、こんにちは、カンタです。今日は明日、イベントガチャ更新が予定されているということで、明日のイベントガチャ更新予想、明日の登場選手、先取り能力評価をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで、早速やっていきます。まずは明日のガチャ予定、9周年大感謝福袋として、洗濯機役所付き福袋の登場が確定しています。明日のものは例年通りのガチャ形式です。ただ、シリーズ2完全移行前になりますので、シリーズ1混じりのガチャになります。リーグ勢は25日からのおかわりが優先になるでしょう。自分は両方引く予定です。続いて明日のガチャ予想を確定しているガチャに加えて複数のガチャを予想しています。まず一つ目がスピリーグ監督セレクション。ちょうどスピリーグ開催の週となり、昨年も洗濯機役所と同時に来ているのでここで来ると予想しました。基本はスルー推奨です。続いて2つ目がドラフトスカウトでライト追加。今のところ投手と野手が交互に来ており、前回の野手はセカンドだったため次は外野手と予想しました。ただ昨年のスピリーグ監督登場時はポジション追加がなかったため、ポジション追加なしでもおかしくありません。半々で捉えてください。続いて明日のイベント予想。明日のイベントはかなり絞りやすくなっています。21日に完全移行が予想されているため6日間イベントは確定です。また21日にメンテナンスが入るため若干短めの開催になります。ここで直近できていない本イベントを見てみます。まとめると、12月22日から俺の球場飯、8月2日からプロスピ妖怪道、8日からエージェントエース、23日からドリームキャラバン、30日からスカウティング9となっています。予想としては本命がプロスピ妖怪道、対抗がエージェントエースとさせていただきます。6日間で組むとなれば妖怪道がぴったりでしょう。続いて明日の配布予定。プレミア12開催記念応援プレゼントとして S ランク 10% 契約書、試練チケット10枚が配布されます。ありがたく受け取っていきましょう。また侍ジャパンの結果に応じて25日からの福袋の内容が変化しますので、侍ジャパンの勝利を祈って試合の方も応援していきましょう。続いて明日期待したいこと。特訓成功率 1.5倍、もしくは消費コイン2分の1の開催に期待しましょう。かなり開催間隔が空いており、福袋と同時に来るイメージがかなりあるので、そこそこ来る確率はあると思います。また廃止の雰囲気がかなりありますが、大抽選会のサプライズ登場にも期待したいところです。続いて今すぐやるべきこと、スピリーグ応援大会を済ませましょう。こちらは昨日の更新できており、予想が的中すればエナジーがもらえますので、やり忘れのないようにしてください。数週間行われますので大きな差になってきます。明日の更新予想は以上となります。まとめるとテロップの通りです。洗濯機役所付き福袋1回目が登場となり、スピリーグ監督も予想されるということで、引き続き豪華な更新になると思います。更新を楽しみに待っておきましょう。また明日スピリーグ監督が登場しそうということで、登場選手能力評価をしていきます。まずは阪神井川選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B プラスになります。デフォルト球種と A に乗っており、称号でスタミナ型が可能です。球種は3球種となっており、特殊能力にはタイピンチがついています。サークルチェンジのみなのでリアタイ面は厳しめです。続いて広島天谷選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B になります。完全走力型となっており、リーグでは使いづらいでしょう。守備はメインのライト適正 C となっており、特殊で B が可能になります。限界突破で外野全ても可能です。特殊能力はご覧の通りとなっています。続いて DeNA 石川選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B になります。完全走力型ですが、称号でミート A が可能です。守備はメインのショート適正 C となっており、限界突破でセカンドサードが可能になります。特殊能力はご覧の通りです。続いて巨人岡島選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B になります。総合で QEA が可能です。球種は4球種となっており、限界突破なしで中継ぎも可能になります。特殊能力はご覧の通りです。続いてヤクルト真中選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B になります。昨年渋い査定でしたが、一昨年来たバージョンに戻れば称号でミート A が可能になります。守備はメインのセンター適正 C となっており、限界突破で外野全てが可能です。特殊能力はご覧の通りとなっています。
続いて中日荒木選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B になります。完全走力型ですが、称号でミート A が可能です。守備はメインのセカンド適正 A となっており、限界突破でショート外野すべてが可能になります。守備走塁盗塁すべて積極は魅力でしょう。特殊能力はご覧の通りとなっています。続いてオリックス後藤選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B になります。称号でミート A やミパ同値が可能です。守備はメインのセカンド適正 C となっており、限界突破でショートサードが可能になります。特殊能力はご覧の通りです。続いてロッテ里崎選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B プラスになります。称号のコンタクトヒッターでミパ同値が可能です。守備はメインのキャッチャー適正 B となっており、特殊で A が可能になります。特殊能力には広角打法もついており、純正リアタイで重宝するでしょう。続いてソフトバンク森福選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B プラスになります。称号で球威 A や球威制球同値が可能です。球種は4球種となっており、限界突破なしで抑えも可能になります。高速シュート高速スライダーに加えて、特殊能力には超対ピンチ20丸がついているので、純正リアタイで使えるでしょう。続いて楽天磯部選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B になります。称号のコンタクトヒッターでミパ同値が可能です。守備はメインのライト適正 C となっており、限界突破で外野すべてが可能になります。特殊能力はご覧の通りです。続いて西武高橋選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B になります。デフォルト球威に乗っているので、オーダーに入れやすいでしょう。球種は4球種となっており、限界突破なしで中継ぎも可能になります。特殊能力はご覧の通りです。続いて日本ハム鶴岡選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B になります。デフォルト A 能力はなく、ミート型となっています。守備はメインのキャッチャー適正 C となっており、特殊で B が可能です。特殊能力はご覧の通りとなっています。明日の登場選手、スピリーグ監督、能力評価は以上となります。欲しい選手はどのくらいいたでしょうか。登場となれば累計配布があり、全員に関わってきますので、欲しい選手を把握しておきましょう。この情報が良かった方、明日の洗濯機役所で紙引きをしたい方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、自然回復で進めている自分の進捗状況としては、13日の2時に回収が完了しています。スターナインスコア報酬も回収が完了している状況です。累計後もアイテムボックスが手に入るため、自然回復分のコストは消化しています。次のイベントを待ちましょう。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画内でも触れた通り、イベントガチャの更新が予定されているということで、イベント攻略動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。